新加入選手いろいろ特徴があって面白いですね。プレイヤーとしてもそうですけど、性格的にも。同部屋伊藤翔と、まあ、優の同部屋の匠は結構話しますけど、いやでもそんなこと言ったらみんな話すか。結構いいですね、仲良くやってますよ。だからピッチの中いいですね。まあいろいろやってきたチームで、そのスタイルっていうかっていうのをやっぱ持ってると思うんで、そこら辺のすり合わせというか、マリノスはこういうサッカーするよっていうところと、まあ、あとはその人たちの特徴っていうのを生かすように、まあ、よく話し合いをしてます。まあ自分のコンディションをまず上げることと、あとは、まあ、ACL とかも入ってきて、いろいろな組み合わせでやることも今シーズン増えると思うんで、まあ、そういった意味で自分の特徴を知ってもらうのと、相手の特徴を知っていかにこうチーム力を上げれるかっていうのも一つポイントになるんじゃないかなと思いますね。目の前のタイトルを一つずつ取って喜びを共有したいと思います。